ヤッホーです。夜がやってきました。もわもわしてますね。どうなることやら。どうなることやら。インスタもね、投稿しました。よん。見てくださいね。コメント、いつも見てますよ。かわいいんですよ。コメント見てるよ。ほんと今日はもうもう会いすぎて、なんか暑くてすぐお風呂入ったよね。入らざるを得なかった。
そう、前髪も復活してる。ついに復活したわ。あ、ファンクラブありがとう。名前違います。前髪はめっちゃもうやばかった。ぐしゃぐしゃだった。みんなには見せれないよ。ファンクラブありがとう。見せません、さすがに。さすがに見せません。お、よかった。できれば可愛い可愛いところは見せたいですね。可愛いところを見せたいので、可愛くないところは見せませんよ。日本語が全くわからないままファンクラブのイベントに参加しました。ありがとう。全くわからない。とても可愛い。ありがとう。くしゃみ、くしゃみしたことあったっけ。え、ないか。え、ないとね、ないとさ、なんかレア感増すよね。最初の方にしとくべきやった。いや、なんかね、なんとなくね、出ないんだよね、配信中に。配信中に出ないんですよね。ただ全然したくないとかじゃないんですけど。なぜか。全然全然そんな意識せずに、ただ普通にくしゃみ出そうとかはあるけど、配信中はまあないよね。くしゃみ、いや全然可愛くないよ普通。普通だよ本当に。あ、普通だねって感じ。やってみて、できるものやってみて。できない。それは。でもなんか、ヘヘクショーうーとかじゃない。ヘクショヘクショーうーそう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 
時々おるよね。結構ツボだ、私ツボなんだよなそれ。最近見ないな。最近見ない。やっぱ今の真似したことによってなんかちょっとなんか喉が今の真似したことによってくしゃみの真似したけ。でも普通です。そんなレアにするものでもないし可愛いわけでもない。でも時によってさ、なんかさ間違える時ない？くしゃみって力入れる場所間違ってさ、なんか変な音になる。間違えるんや。でもくしゃみってすごい大事らしいけんね。すごく大事。そう、本当に悪いやつがを出すためにやってるから、そう我慢しちゃいかんのよ。だけんね、なんかくしゃみしたらさ、あら風邪みたいなっていうシーンあるやん。なんでくしゃみしたら風邪なんでって思ってたら、その菌が入ったからくしゃみするから、それでっていうことだった。だけなんかさ、なんか水浸しになってさくしゃみするやん、風邪ひいたわねみたいな、そういうことか。のび太くんとかよくそうなっとるイメージある。はくしゃーんみたいな。そうそうそう。
つしかないやん。謎のサヤングッズ届きました。よかった。ああ、噂ね。噂とかもあるよね。くしゃみしたら誰かが噂してる。あるある。それはあるよね。回数に意味がある。あ、そうなん。へえ。噂ありがとう。いい噂がいいな。3回なら噂。へえ。3回出たらなんかおおってなるよね。すごいぞって。小よりやると小よりやりたくない。強制な小より小ショーとかだよね。100回は風。100回100回もしとったらちょっと骨が。咳ってしすぎてもさ骨にくるっていうね。骨っていうか暴らね。咳は止めとかんと。大事よね。こんな話しとったらなんか出そうだ。うん。出らんけど。まあいっか。近くに金がないってことよ。
こんばんは。そうだよ。今日誕生日おめでたー、アシーさん、ビーバースデー、サイヤン推しの一年にしよう。アバターありがとう。高尾さやかも、なんかいいですね。誕生日が続きそうな予感。もね、あ、そうなのか。12月多いイメージ。ずっと生誕祭になりそう。12月。みゆぽん誕生日。みゆぽん、え、あの子ね、13歳だっけ、12歳、13歳、あ、14歳になったすいません、14歳になった。14歳か。ナオピと同じよ。14歳とか、えらいね。本当よ。私はね、14歳の時はちょっと中二病だったかもしれないですね。中二だからね。通りましたね、そこは。やっとまあ改善されてきた感じがしますけど。この世界に、なんか自分は存在していいのだろうかみたいな、すごい なんか、そう重かったですね。すごい重かったです。
そうなったの中2の頃じゃないかもしれない、もっと前かもしれないけど。確かに今でもそう思ったりするけどね、治ってないですね。そうです、これは中二病なのかわかんないけど、そう、すぐ考え事が、考えるのが趣味。でもね、切り替えちゃんとしてるから。なんかライブ前までもずっとなんかスイッチが入らなくても、なんかオーバーチュア流れて出る頃にはなんかもう変わってんの、私のなんか自分が。もうね、その頃には自分変わってんですよ。うん、急に入る。で、自分が自分じゃなくなってるの。ステージ上だけでは。ステージの誰？誰なんだろうね。え、そうなんですよ。人格が変わってる。すごいよね。だからそれまでずっとなんかすごい眠かったとしても、なんか気持ちが結構下に行ってても、ステージに出る子にはもう変わってんの、なんかピリッと。そう、ピリッと変わってるわ。ステージ上の自分は客観視、調子いい時はできなくて、調子悪い時はできてる。そう、性格変えてる、性格変わってるね。なんかここぞという時は、だから終わった後めっちゃ疲れてる。性格変えてる時は、でも皆さんもそういうとこありそうですよね、社会で。社会人としてね、そうしないかん時もあるし、自分を変えないかん時もあるやん。気を張ったりさ、まあ人によって違うと思うけど。自分はそうですね。
そうだよね。オーバーチュア聞くとスイッチが入る。私と一緒や。おもろい。スイッチの入り方が一緒なんだけど。面白いな。でもそうだよね。そうなんですよね。まずライブってやっぱりファンの方が待ってるし、それだけでもね、モチベが最大になるわ。ちょっと忘れがちになるのがさ、見てくれてる側もさ、ちょっとなんかドキドキっていうかワクワクってするよね。ですよね。くれーってなるよね。それをちょっとその感覚を忘れがちになるよね。私もそう、結構ドキドキとワクワクの融合バージョンがよくわかんない感じになりますね。でもそうだよね、アイドルのなんかライブとかイベントって本当にいい意味での非日常感がありますもんね。すごいと思う。しかもね、やっぱりだんだん本当戻ってきてるのが嬉しいな。よきよき。もう今はね、考えられないよ本当に。前の感じが考えられないよ。やっぱね、いいよね、コミュニケーションが取れるのも。ライブしながらでも。今日山の日か。そうなんですよ。3年我慢したよね。3年
3年我慢したよね。すごいな。まだまだですけど、まだまだ取り戻せてない感ありますけど、ね、いやほんとね、そうなんですよね。うん、私も3年、約3年続くって思ってなかったし、今も流行ってるけど、でも10年続くっていう言われてる話も聞いてて、だからなんか分かんなかった。まあ確かに10年ぐらいもっと続くかもしれんけどね。もうだいぶ、全国各しかいねえ。そう、したことないんだよね。参加する予定はあったんだけどね。名刺渡し会とか。参加する予定はあって、でもね、なんかね、最近したんだよね、名刺配り。3年経ってやっとできたねみたいな。全然違う名刺だけど、なんかの時にできたんだよ。一日店長だっけ。そこでできたのか、幻の。違うけど、なんかさ、でもその時の名刺さ、どっかで見た。どっかの、うん。握手会は1回だけ。なんかでも握手会なんだ、イベント、握手イベント、わかりましたね。なんか個別レーンのか、別レーンの握手会とかは一回もない。一度はそうありますよ。で、これからなんかいろいろ始まるんだなって思ってた。
無謀ね。そう、ちょうどね、無謀な夢は覚めることがないの。そう、シングルが発売されて、でそこのカップリング曲にね、僕らの春夏秋冬が収録されて、ですね、だから無謀な夢の MV で後ろにメンバーの後ろに踊ってる方がたくさんいて、それがなんかファンの方が2期生だって思ってずっと探してたっていう。探したけどなんかいなかったみたいな。めっちゃ面白い。その話めっちゃ面白いんですよね。そうそうそう、うまいな。うまいな。そうそうそう、2期生前。無謀。もう踊れてる。いなかったんですよ。めっちゃ面白い。面白すぎ。特訓してる。でもその後のね、おもこいとかではね、あのテレビ出演できたりとかしたんだよね。懐かしい。そうそうそう、 MV もね懐かしい。結構ね、結構あの MV 撮影する前にね、踊った動画を撮って、それをなんか見てもらうみたいなのがあって、それに結構苦戦してた。そうそうそう、結構取り直して、そうそうそう、なんかもう覚えた状態で振り入れもするみたいな、覚えた状態で振り入れして、そのなんか動画で覚えてみたいな、で
動画撮ってみたいな。けどね、結局ね、振り変わったんだよね確か結局振り入れしますってなった時に振り変わっててみたいな。だったかも、確かちょっとあんま覚えてない。でもあるあるなんよね、振り変わるの。春夏秋冬のおうち MV もあれもね、何回撮り直したかな、結構みんな10回ぐらいは撮り直してると思う。しかも撮り直すときにフルだからちょっと間違えたらまた始めからみたいな。フルで撮り直してみたいな。それを送って、でちょっと色味があったかなって、光がとかで10回ぐらい撮り直して、結構大変だったよ。それも送るだけと思いきや、それも大変でしたね。そう、最終的にはなんか洋服がとか格好がちょっと部屋着っぽくみたいなとか、そう、後々、うん、そんな感じだった。懐かしい。それが3年前4年前、3、4年前、うん、2020年春ぐらい、3年前か。懐かしいよ。うわ、なんか口内できそう。今日噛んだわ、そういえば思い出した。なんかご飯、なんかレッスンの休憩があって、じゃあご飯食べとこう、食べる時間としてちょっと15分か20分ぐらい取ってもらって、で買いに行って戻ってきた時にはもうあと5分しかなくて、5分で食べたんよ。なんか急いでた。でしかも私餃子を買ってて、だから餃子がちょうど5個あったから、私はこれを1分で1個食べないかんとかって。そしたら早食いでも食べれた。でも大丈夫だった、温めてもらった。
イエーイ。なんかね、いい感じのね、大丈夫なぐらいの暑さだったの。今度からそういう時はお菓子にしようと思ったちゃんと保存できるお菓子にしなきゃ。そう、ゼリーとか。もうすぐサマステだね。今日 HKT さんがサマステやったのかな。楽しそうだった。台風大丈夫そう。なんかサマステよりもその後の方がちょっとやばいみたいなってのは聞きましたけどね。大丈夫かしら。でもさ、帰ってこれんわけにはね、いかんだよね。チャートリのさ、公園があるからさ。そうなんです。絶対に帰らなければ。でもそれに来れない方もおるかもしれんってことよね、逆に言うと。その影響で。帰れない、来れない、そういうにならないようになればいいけど。そうなんだよね、ほんと予想できないからな。ねえ、どうしようもないんだよな。授もあります。ね、福岡ももうすぐだね、ツアーも。配信で見ます。ぜひぜひ。福岡の時は大丈夫だと思うけどね、
新しいのが出なければ。凱旋です。体調気をつけます。なんとしても天気もだけど自分の体調もちゃんとしとかな。みんなもね。強靭な高尾さやかですけど、そうなんよ、体丈夫なんですよ私。すごいね。鉄人。なんかさ、なんか時々さ、言われる。メンバーに言われるんだけど。そう、なんかメンバーが言ってるよね。最初意味が分からなかったけど、どういうことって、そういうなんか体力のあるって感じ。体力お化け、あー言えたことあるかも。あ、そう、疲れない？そうだね、基本的にあんまり疲れない。なんだっけな、そう、限界がないからさ。私限界がないんだよ。限界が分かってないのかもしれんけど、なくて。ここまでしかできないとかないんだよね。そう。かっこいい。ちょっとおもろいんだけど。そういうことです。なんかそう、体力よりも結構、体力もあると思うけど気分屋だからな。気分屋だからな。あ、そういうことか。でもね、みんなそれよね。でもみんな鉄人よ。みんな鉄人よ。
移動はね、もう慣れたんよね。だいぶ慣れた。慣れってすごいよ。逆になんか移動中に寝ようってなるから、移動が短いとああもう寝れんかったなってなる。逆にどう過ごそうって逆に。どう過ごそうかな。でもね、多分移動中寝てね、疲れてないけど、結果家に帰って寝ることでなんか、あ、疲れてたんだなって思ってる。意外とやっぱ休まってないんだなって。そうなんです。でもね、新幹線もなんかわかんない、場所によってなんかすごい寝れる日となんか寝れない日がある。多分あれ場所によって変わるんだよね。席によるんやと思う。わかんないけど。でもそう、なんかすごい寝つき悪いなって日もあった。なんか寝れないなって日。ネックピロー使ったらめっちゃ寝れるよ。
恥ずかしい？恥ずかしくないよ。荷物に、なんか持ってる私は。ぬいぐるみみたいにして持ってる。そう。ぬいぐるみみたいな。もちもちしたネックピロ持ってんの私。でも私そのネックピロしてて ABC で座っててメンバーと、私 B で C が千穂さんだったんや。その時になんかどっかでパッて目覚めてん？と思ったら千代さんがこっち側の私のネックピローにこう揺りかかっててん？ってなって、そう共有してたね。でもやばい動けんってなって、そこでこのまま寝るかってなって寝た。ちょっと面白い。そうなんや。そうそうそう、確かちょっと動いたらこうなるから。面白かったそれが。ここもここも使えた。そうね、結構前だけどね。洋側はなかった。そう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 。両側から来たらどんどんここのここが細くなっていく。そろそろ終わろう。キャピーさん、コッペさん、みつるんさん、犬ちゃん、ロックオンさん、おたて様、まいせんさん、せいやんさん、フジポンさん、立花はやとさん、ひらにいさん、じんたさん、ゆうすけさん、もっちーちゃん、ゆうさん、えびすさん、あおちゃん、大西くん、神戸のマーチさん、猫のおかずさん、ミッドナイトシュガーさん、シンジさん、キチネさん、ラクラクさん、ナウティさん、トキワさん、ケリーさん、イナッチさん、オーサムさん、コナタンさん、ワッキーさん、リョウさん、ガッチャン、ナリさん、ありがとうございます。今日も面白い話ありがとう。んなんかしたっけね。ありがとうございます。
がとうありがとう。くしゃみとネコピロの話したか。ああ、スイッチね。千代さんのネックピローの話。MV の話。あ、今日は絶対ビタミンの薬飲もう。口内炎は本当にねダメですよ。本当にダメですよ。ね、頑張ろう。口内炎のね、飲む薬と貼る薬と塗る薬と全部持ってるの私。実況にならんことにしましょう。すごいでしょ。コンプしてんの？新しかったから。しかもね、前回場所が悪かったんですよね。場所がいい時と悪い時がある。そう。一番ダメなのは、あの下の唇の。下の唇のなんか反対側下の唇のところ内側歯が当たるところ内側そこはもう絶対に食べ物も絶対当たるし歯も当たるしなんか笑ったらまたそこが引き伸ばされて痛かったんあれは大変だった。公園とかはなかったけどその時でもイモースの収録はあってちょうどいかにあの痛くないように喋って痛くないように笑うかっていうことをしとったけど悪化した。しかもなんかしかもなんかあの企画でゴムパッチンを口に加えてなんかどっちが話すか話すまでなんか確かめるみたいなで絶対に無理と思ってちょうど下唇の裏内側にゴムパッチンもちょうど当たるしもう怖くてそう怖くて上げてごめんなさい。ちょっと私
口内炎がみたいな。でもみんなからは、え、口内炎ぐらいってなったんです。でもいや本当にみたいな。そしたら他のメンバーも違う理由で、ちゃんとした理由で、あの NG だったから、あ、じゃあ一人はなしにしようってなって、よかったけど、それがなかった、私さ本当にしとったかもしれんわ。ラッキーだった本当に。こういう時運がいいんですよ。そう、やりたくないだけでしょってなって、いや本当にやばいんですね。面白い。あ、ありがとうございました。バイバーイ。